あー、なんかカメラ貸したんだっけ。はい、あー、そっかそっか。そんなことがあった。はい。なんかこう、悪さしてないですか。悪さはしてないですね。本当になんでなんでですか。悪さしてないんだ。悪さしない人ですよね、私。ちょっとセブン、回んなきゃいけないんだけど、ちょっとセブンイレブンになりますね。焼肉のタレがあんまりなかった。焼肉忘れてきてないよね。なんかちょっと不安だった。大丈夫だよな、これ。なんかすげえ朝慌てててさ。めっちゃバーベキューにめっちゃ大事じゃないですか。すごい楽しみ。もう、今週、その、まあ、リアルダスゲームって基本的に金土日に、はい、イベントするので、はい、で昨日まで3日間長野行って、で明日明後日もコツあるんですよ。なんで今日なんか唯一一日休みなので、すごい。リアル脱出ゲームって何するの？お客さんが本当に普通にチケットを買っていらっしゃって、まあ物語の設定を謎を解いて他が脱出をするっていう。なんかこうリアル脱出ゲームっていうから、なんか人生のこの嫌なことが、会社の嫌なことがこう脱出するような、なんかこう、なんかそういう、なんかこう、なんか社会的にこう貢献するような、そういうゲームじゃない。違うですね、その残業カード出すとかね、そういうことではですね。もういやー、この会社もいいですみたいなさ。お布団カード出すとか、皆さんよく使いますけど。そういうことじゃなくて。全然、はい、そうです。そういうリアル脱出ゲームガチリアルですね。今この間発表されたのがコナン君とかとコラボして、そういうゲームやアニメだもんね。アニメとかもコラボしますし、ゲームもしますし、そうですそうです、そうなんですよ。そう、はい、決まってるの。はい、三条さんはないの。三条さんはアイラインを引いた三条さん。字が作ったでしょ。作りました。天気がわあ、いいですね。緑の色がさ、いろんな緑の色だからね、この時期は。濃い緑が薄いんですよ。先週までは象牙色だったのに緑だった。富山を思い出す感じがあります。富山ってこんな感じなの？はい。はい、実家は富山です。はい。富山のどちらなんですか？富山、滑川。ん？滑川、スベルニ川で滑川です。滑川？はい、ホタルイカの町で。今もう。アメリカみたいな名前だ。滑川。はい、よく滑る川とか、滑り川とか、はい、間違いがあります。多分今週末ぐらいのホタルイカ観光が終わり。知り合いのカメラマンで、はい、滑りに川で滑川さん。あ、でもその滑川は、埼玉に滑川町があるとか。あ、はいはい、そうですね、はい、滑り川の、はい、滑り川ご覧になってありがとうございます。
ながら飲んでたんで、今ね、体勢が高いみたいな。それはもう、ジェラートも美味しい、ジェラートとか、アイスクリーム美味しいよね。ないですね。なんかね、